ヤクルトスワローズ、全く上がり目がない模様わらわらわら。再開濃厚か？小川、奥川とエース級がまだ一軍で投げてないだろう。投げられるまでいつまでかかるにゃ。奥川とかいう最終兵器の復活に震えろ。ヤフーでもボコられたし。中日や横浜より下に行くと思えんけど。そういえば F 西舘何してるの？しれっとあいつも TJ してそうやねんけど、ドラ1の西舘もまだ投げてない。まあ今年のセリーグのドラ1ルーキーで一軍の試合に出てるのはタライと巨人の西舘だけだけど。小川奥川山田が控えてる層の厚さはリーグナンバーワン。なんかすぐ失点してるからな。もう奥川の調整一軍でやればええやん。阪神の先発8番手がヤクルトならエースになっちゃうくらい戦力差あるよな。2連覇が嘘だったかってくらい投打が噛み合わないよな。22年木澤みたいなのおらんのか。小川奥川石川高橋刑事サイスニードヤフーで小川故障なければ普通に A クラス争いできるやろ。奥川は一生復帰一軍定着しないものとする。奥川とかいういつ見ても最終兵器のやつ。たった二人村上と山田がキャリアハイすれば優勝じゃん。この球団そこそこ勝ってる時は若手も活躍するのに雑魚な時はおっさんしか働かんの草。田口が帰ってくるやろ。田口次第じゃ再開どころかまた90敗目指せるレベルちゃう？先発は投げて6回やのに中継ぎが全員チキンの濃厚やで。ご視聴ありがとうございました。